やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。まだちょっと、まだちょっとあれか、喉があれなのか、完全に喉言わしちゃって。サッカー配信さ、人がさ100人ぐらい来てくれるからさ、統率するのにさ、前回メガホンがあったんだけどさ、今回メガホンなくてさ、クソ叫んでたから、こんなのあったよ。ツリーいつ頃出すんですか。うち実はツリーあんだよね、これね。出さないかな。引っ越しも備えてるし、片付けのダリーもやだよ。引っ越しは雷神さん来ますか。雷神さんは来ないだろうけど、俺雷神さんに鍵返さねえと。あいつが鍵をなくした時用に予備の鍵俺が持ってるからさ、スタミン持っててくれって言って渡されたんだよね。ニッチのブレスレットも、ビッチのブレスレットここあるよ。めっちゃここあるよ。なんで今になってミッチーのブレスレットがどうとか言ってんの、君たち。ライアットワンで言ってた。ライトもライアットワンでも合ってないもん。泥棒暴露されてたぞ。泥棒なんか、おかえり、なんかいい、なんか、本当じゃないことな気がするけどね。大丈夫かな。厳密には泥棒じゃないからね。これ、何回も言ってるけどね。やってるな。YouTube のコメント若干炎上してた。ちょっと何言ってんの、どこでだよ、どこで。プロになってそれ始まんか、給料入ってちょっとまとまったお金ですんごい景気でサンローランのブレスレットだって、それをスタッフにパクられたまま帰ってきてない。こいつは言っとんな。結構高いでしょサンローランのやつ。だからなんかあるたびスタッフさんの泥棒だから俺は信じてない。待って、喉言わ、喉言わしてんの言わませんでくれ、頼む。これひどいね。これでどこ、 YouTube のコメントって、だから釈迦配信のコメントで、どれ釈迦、これやられてる気がすんな俺。一応ねじゃないよ、一応ねじゃないよ、一応とかないんだよ。で強いアカデミーの子マジ強いって。これだな、盗賊スタンビって書いてあるな、タイトルに。ああ、そうかそうか。後ほどちゃんと DM で、すいません、魔が差しましたって。間違えた、魔が差した、飽きられた、楽で終わった。やっぱ神秘より楽だった。配信者の中には魔も差さずに人のネックレス使えるやついるからな。こいつやん。まずトリガーを引いたのはこいつや。そんなろくでもないやつが。どんなやつなんだ。トゥインロールプレイヤーらしい。ろくでもないやつ。まだ返してもらって。まだ返してもらって。え、返してもらってないの。まだ返してもらって。なんで。さっさにパクられたもん。こいつマジでやった。結構高いでしょ、サンローランのやつは。スタッフさんの泥棒だから。まあ泥棒では。物々交換に出していいとか。いやー、どうなんだよマジで。バグってるだろ。やばいよ。これ本当。ボルトルームのプールシーン。これも本当。これも本当。そうなんすか。エナコリンの化粧水をパクってやった。これはこう、いや、売ってねえよ、こいつやって。ひどいマジで。織り交ぜてね。事実の中に嘘を織り交ぜて巧妙なことになってる。違う違う、ひどいよ。何、配信者が笑い話してるから事なきは言ってるけど、スタミン普通にやばいな。何これ、スタミンの家に女の子絶対呼ばない理由が、相手がもし物を置いていったら自分のものかわけわかんなくなって使っちゃってっていう好き。待って、俺記憶にない。待って、俺ほんと俺の知らないところでスタミンジャパンがひん曲がっていってない。俺記憶にない。何そのストーリー、何のストーリーやろ、聞いたことないよ。スタミン相変わらず弱いの、ニートで働けって言われた時から何も変わってない。普通にパクるとかかっこよく言ってるけど、設定とか立派な犯罪なんだよな。スタさん印象めちゃくちゃ変わったわ。盗むならさすがにやばいっしょ、しかも常習犯なら怖い。はい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 。スタミンってなんでまだ配信者と人気あるかな。リサは多分分かってないぞ。あいつは犬の待ってあいつは犬のクソを鼻に詰めながらバトルフィードやってた時からずっと配慮してる。こいつずっと見てるじゃん、いいね。
こいつファンや俺の。すげえ子さんや。スタミナブレストの話じゃすごい走られてみんな、知ってることありきる。そうだよ、これこいつが一番真相を言ってる。待って、もう無理無理、あのこの喉枯れてる時に言い訳できない。すごいすごい叩かれてんだけど。えなこりんの芸術をバグったのは謙虚な配信知ってたけど、その後売ったんだ。スタミナそんな金ないの。スタミナなんかの障害。ひどいひどいマジでひどい、本当に本当にひどい。まずな、返すタイミングを見失ってから俺そもそもあんまミッチに合わないから。インターネットのさ、イベントとかってさ、なんていうの、突発的に合うのよ。ブレッセルと俺常備してないわけよ、まずね。そういうところで返すタイミングを見失ってね、俺が日があるわ。でもな、このブレッセルと飲み会でもうみんなベロンベロンになって、俺最後に席を見守って忘れ物でこれがあったの、光ってキランって。だから俺が持っといてあげてるの、これ。そんな、こんな笑い話の話でさ、こんな釈明したくないよ。でも事実として俺これ持っといてんの、言い訳じゃねえんだよ。お前ぶんだくるぞ。俺がこんな声ガラガラで荒げてんで、俺なんで伝わんねえんだよ、クソが。返す気じゃないんちゃうから、ちげえよ。これ本当にね、常備してるレベルじゃないと返すタイミングってことねえのよ。飲むところもあんねん、その重なってないし。謝罪が必要じゃない。あいつがありがとう言え。だって俺があの時見てなかったら、カルバンクラインかなんか知んないけど、このブレスレットはもう紛失してたんだからな。ネタやん。ツイッターとかブツブツ公開に出すはずないやんっていうのを言ってんのに。違う、俺こんな説明したくないまず。嘘じゃねえんだよ。っていうのを俺は言いたくなかったの。事実が曲がった状態でこのブレスレットがどうとかの話をいろんなところで話してる人がいるけど、おもろくなってたけど、こんな言われてんだったら言うしかないの、説明するしかなくなってしまうの、言わせんだよ、言わせんなよ。苦しくない苦しくない、苦しいもクソもないから。なんで俺がしかも返しに行かないといけないんだ、俺拾ってあげてんのに。その話をするとマットの話するとミッチーが取りに来るだろうが、俺が預かってあげてんのになんで俺が届けに行かないといけないんだよ、おかしいだろっていうの言いたくないの俺は。もう終わり、この話は。まさかのミッチーのせいです。いやそんなこと言ってないよ。だからこの話は深掘りすると損すんの。スタンミが泥棒だーわー、母でよかったやん。やったんねん、このクソリスナーどもが。コメントしたカス。くたばれ。普通に。えな、この化粧水は盗みました。すいませんでした。じゃあ、盗んだのと盗んでないのはやっぱ別の話だから。しかも、えな、この化粧水盗んだ。でも、いや、言ったから。えな、これ持っていくよって。LINE で。じゃあ、メッチーのも盗んだんじゃねえか。ちげえよ。そうはなんねえだろ。ねえ、無理無理。声がしゃがれてきてる。ついに。もうここまで来たから、ちょっと俺の負けでいいからやめよう。